前回のパートで鈴木の自意識過剰がどんどんエスカレートしていく中、パート4が来ました。色欲。来た規約が善良な例とは限らない。何か規約に勇気づけられているのなら、それは規約に利用されていることになるんだぞ。そうだ。で、そういう状態で、最後のクラスに訪れようとしている、そんな状態です。鈴木、北に行きゃこのことなんだけどさ。え？え？この先、もう教室がないの？え？ 4 クラスじゃない。クラスの数減っとんじゃ。やっぱり、一つクラスが足りない。え？3階へ行くとき、階段の前に教室があったんだ。でも、鈴木と歩いたときには消えていた。もしかしてあの、菊の花飾り取った机があったやつ？どういうこと？記憶のねじ曲げだ。記憶のねじ曲げで。すごい言葉が出てきた。記憶のねじ曲げ。え？北に規約が記憶をねじ曲げ、自分に都合のいいように構造を変えたんだ。都合のいいようにって？なんでそんなことを？何か意味はあるんだと思うんだけど、今はわからない。北に規約は俺がこの学校に入ってきたら、いても姿を現していないんだ。表してるよ。テル君が気づいただけで表してるよ。でも、意図的に教室を消したのだとしたら、ずっと俺たちを見ているはずだ。見てるわ。てか、カメラで写真撮ってるわ。シャッター音聞こえてないのか、お前は。そして、俺たちをどこかへ誘導しようとしている。これは、悪霊がよくある手口なんだ。詐欺師がよくある手口みたいなの言うてないわ、お前。鈴木。何？君がどうして引きずり込まれたのか、それがどうしてもわからない。え？放課後の学校に残っていた人は、先生や部活の終わりの生徒もいたはずなんだ。なのになぜ君だけが引きずり込まれたなんだ。それは私が選ばしい人間だからだよ、みたいな感じのこと言うんじゃないぞ、お前。さあ、忘れ物を取りに来ただけだから、わからないよ。その忘れ物って何？え？あ！もしかして、何かオナニーをするのに使う道具とか言うじゃないだろうな、お前。いやらしいな、スキー。キヤコと関係があるものなのか。まさか、スキー、お前も写真部だったりせんだろうな。わからないけど、キヤコさんは私を狙ってるの？わからないけどさ、引き込まれたってことはそう考えるのが自然なんよ。私帰った方がいい？ダメダメダメ、帰ったら事件がお前が死んだってことで終わってしまうぞ。お前パート3を見てみろ。パート3やったっけ？パート2か。パート2を見てみろ、鈴木。お前お前このまま帰ってさ、テレ君と別行動してる、お前足死ぬぞ。お前それを知らんのか。お前俺の動画のパート2見とけよ、お前。ああ。やっぱり鈴木がここにいるのは危険だ。あ、テル君も？テル君も帰らせるつもりか。ちょっとやめろ、お前。パート2みたいになるけどやめろ、お前。小学口に戻ろう。わかったよ、テル君。うわぁ、逃がそうとは思ってないですよ、相手は。これは逃がそうとは思ってないようですね。これ、小学口消えてるパターンですね。おっと。え？ちょっと待って。え、もしかしてやけどさ、同一人物的な、まさかな。ちょっとなんで並ぶそこで。不気味だな、北
北に行きやこう。え？記憶のねじ曲げで構造を変えた。キヤコが俺たちを見ていることはこれで確信した。だけど何もしてこないキヤコ、一体何が目的なんだ？キヤコさんは本当に悪い霊なの？鈴木、信じたい気持ちはわかるけど、何かキヤコなりに成し遂げたい目的があるはずなんだ。それでもし一人危害が及ぶのなら悪霊だ。悪霊だったらどうするの？逃げるしかないよ。逃げるって学校から？そうだよ。学校のみんなはどうするの？俺は歯のような有名な占い師じゃない。助けたくても誰も信じないだろう。てるくん、まあ学校の女どもはな、降格して振られたら死ぬっていう噂話を信じてるけどな。はっはっは。だけど鈴木、もし俺を信じてくれるのなら一緒に逃げよう。え？てるくん、それって？やめろ鈴木。二人でこう一生逃げていこう、そして家族になろうってそう思ってるんじゃないだろうな。お前妄想爆発させるんじゃないぞ。お前わかった。何がわかったんだお前は。一緒に逃げよう。私の関係を邪魔する奴らからどこまでも一緒に。あ、やばい。てるくん、今女の子の声が聞こえたよ。鈴木、悪い。それ俺の妹だ。ごめん鈴木、妹からの電話だ。妹？また見せなくちゃいけないのか、この姿。ちょっとテル君。はい。もしもし、お兄ちゃん、まだ学校の中にいるの？ごめんルナ、すぐに出るから。ええよっしゃー。でも好都合だ。これで鈴木がテル君のことをちょっと好感度下がったら無理に告白するしてくることもないだろう。大丈夫だ、これでいいんだ。これでテル君、何なのそれ？その赤い糸は何なの？誰と繋がってるの？私じゃないの？これは妹がかけた呪いなんだ。夢の中でお互いの場所を確認できるようにね。妹がかけた呪い？え？それどういう妹なの？気になってる。めっちゃ食い気味やん鈴木。聞いてるよ、ルナ。まだ出てこないの？だからすぐに出るって。そんなに女の人と一緒にいたいの？そうじゃないって。本当かな？やばい。北に行きやこよりもこっちの方が怖い。ねえ、本当？本当に出てくるの？ねえ。本当だってルナ。あ、そっ
やばい。こうなったら鈴木のことを生贄にしてでもルナに助けてもらわないと。そうだ、お兄ちゃん。おどうしたルナ。おちょっと帰りに何かいお前の好きなもの何でも買ってやるから、うん、下手なこと考えないでくれ。クイズだよ。クイズか、そうか、クイズか。よし、お兄ちゃん頑張って当てちゃうぞ。はじめに数がついて最後に気がつく言葉ってなんだ。ルナちゃん何を言い出すかと思ったら簡単だよ。すき焼き。はじめが数で最後が気。答えは好きだよお兄ちゃん。外れた。すき焼きかと思った。ルナちゃん今日の晩飯すき焼きが食いたいかなと思った。機嫌悪いし、ここはすき焼き買って帰らんかったらまずいなってことで買って帰ろうかなってちょっと頭の中で浮かんだけど違うのか。はじめがすで最後がきすすす鈴木。あいつなんで鈴木と一緒なのを知ってるんだ。てるくん、それはちょっとさ無理やりすぎんかな。そしてなぜそれを俺に言わせようと。やばい。これてるくんからしてみたらルナは何でも知ってますみたいな、ザ・クイズショーみたいな感じになったのや、桜井翔みたいな感じになったのや。分かったよルナ、鈴木だろ。あ、やばい。テル君、油に水を注いだね。鈴木レミなら今一緒にいるよ。え？夢の中で会ったんだ。大丈夫、今度ははぐれないように手をつないで帰るよ。あー、テル君。言っちゃいけないことをボロボロ出している。てるくん、何を話しているの？誰？ルナ、彼女を連れて帰出るから外で待っているんだぞ。彼女って何？わ、なんだ？あ、ルナちゃんがキレて手に持っとった紙コップで地面に叩きつけたんじゃないの。テル君、向こうの教室から何か聞こえたよ。あ、違った、よかった。怖いテル君。あ、抱きついてきてる。これ絶対抱きついてきてる。映画内見分からんけど抱きついてきてるぞ、これ十中八九。鈴木、俺の手を離すなよ。え、だって、お兄ちゃん、お兄。ああ。やめろ、白黒になる、やめろ、お前。ああ、これ帰ったら、ルナちゃんに何されるか分からんぞ、てるくん。はがいじみされて、無知でしばがえるな、これ。今夜寝かせてくれないな、これ。ちょっと怪しいなってきてるね、これ。だんだんやばなってきてるし、俺の予想が合ってきてるかもしれない。とにかく何か近くで音がした。テル君、今の音って階段の向こう側から聞こえたぞ。行ってみよう。何が起こったんだろう。来た。教室だ。あの音って教室が現れた音だったの？ああ、教室で現れたらこんな音するんだな。北に清子、何を考えてるんだ。入ってみようよ。あれ、教室入ったのになんでこんなとこ来たの？廊下に出た。え、どういうこと？あ、教室の中だな、ここ。あ、これ最初教室に入った時みたいな感じで花
机が一つに菊の花が飾られている。これテル君、これって、ああ北に行けやこの机だ。もしかして机の中に何かあるんじゃない？え、例えば何が、いや見ればいいやん、そんなこと言わずに見ればいいやん。手紙とか。え、それで手紙出てきたらさ、鈴木お前、そうだな、探してみよう。あった。ああ、本当に手紙が出てきた。しかもラブレター。え、本当に俺の言ったさ、鈴木とキヤコ同一人物説合ってきとんちゃう？もしかして当てちゃった、手紙ってこと当てちゃったよ鈴木お前。あ、手紙だ。血がこびりついていて中は見えないけど、ラブレターっぽいね。これでラブレターじゃなかったら何なんだって話だよ。キヤコの手紙を入手しました。鈴木、なぜわかった？そうよな、え、絵じゃないよお前。キヤコの机に手紙が入ってるのがどうしてわかったんだ？だってキヤコさんは振られて死んだんでしょ？だとしたら手紙なのかなって。いや、そうかな。だいたいさ、振られてから死んだんだったら手紙って、ラブレターって相手が持っとんちゃう？なんで自分が持っとんだって話じゃん。鈴木、何か隠してない？そんなことないよ。私、家が借金5億あるってこと隠してないよ。え、マジで鈴木、お前は家5億も借金も抱えてるのか、お前大丈夫か、お前自己破産した方がいいよ。そこじゃないわ、そういうことじゃないわお前鈴木。確かにそれもちょっと気になるけど。この手紙が屋上の扉を開く鍵になってるかもしれない。でもキヤコはこれを俺たちに手に入れさせるためにこの教室を再び現したんだ。罠かもしれない。鈴木、もし知ってることがあるなら話してくれないか。君が引き込まれたことに心当たりがあるのならちゃんと話してくれ。私は紀亜子さんに感謝してるんだよ。あ？感謝？そうだよ。だってこんな状況になって初めて本当のテル君を知ることができたの。今なら、今日なら私の気持ちを伝えることができるかもしれない。おい、ちょっと鈴木、何か話してくれって、そういうことを話してほしいんじゃないんだけどな、こっちは。え、ちょっとこの手紙についての話であって、北に来たことの関連性の話であって、お前が俺に対してどんな気持ちを抱いてるか、そういうことを話してくれって言ったんじゃないぞお前鈴木。お前、たとえ振られて死ぬことになったとしても。ちょっと待ってよお前、なぜ告白の話になる？お前涙を出すんじゃないよお前。鈴木お前、お前こう流れで思い切って告白しようとか考えてるんじゃないぞお前。テル君、キヤコさんはきっと私が忘れてきたものを知ってるんだよ。え、振られて死んだキヤコさん、みんなを恨んでいるのならやることは決まってるよ。鈴木、何を言ってるんだよ。キヤコさんは何を知ってるんだよ。テル君、現実の学校に帰ったらテル君の机を探してみて。俺の机？それが私の忘れ物なの。は？え、ちょっと待って、え、鈴木お前、
え、誰もおらんようになった教室を見計らってお前、テル君の机を自分の家に持って帰ろうとしておったかお前いくら好きな男の子の机だからって家に持って帰ることないやろお前、やめて。ちょっと怖い鈴木、やめてお前、お前の考えがわからんやめてその顔やめてその中でその顔やめて、ちょっとサイコパス感じます、やめてください、お願いですからでも結局やめようと思って問いに帰っちゃった問いに帰ろうとすることやめてくださいそれを問いに帰って明日にしようって、そんな勇気のない私をキアゴさんが怒ってくれたんだと思う。これでも言えないのって今日ずっと私の成果を教えてくれていたんだよ、私の気持ちを応援してくれたんだよ鈴木。テル君、この意味わかる？わかるけど、わかるけど一応わからないってことにしておきたい。ちょっと待って、菊の花を間に挟んでそう向き合うんだ、やめて鈴木。オーマイゴーッ、やばい、これちゃんと返事しないと今後北に規約に何されるかわからん。わー、もう何かしてくるパターンだねこれ。やめろ、ここからちゃんと聞くから。キャー鈴木。あら、鈴木ちゃんのやつ、私が後押ししてあげてるのにまだ自分の気持ち伝われてないのね。わかったわ、そういうことなら私が二人を混乱させてつり橋効果を作ってあげる。